パリオリンピックで気になった選手の用具紹介やってみます。個人でベスト4に入ったブラジルのウーゴカルデラの選手の用具、ウーゴハイパーアクシリウムにジギル&ハイド C55 だったみたいだね。 C55 の発売もうすぐだから使ってみたいね。そして個人でベスト8に入った北朝鮮のピョンソンギヨン選手、銀河ラケットに両面国境だったみたいだけど、ゾンナが9巻が気になるとこだよね。そして団体で大活躍だったドイツのアネット・カウフマン選手、ハイブリッド GC 素材をアウターに備えたニュイティンク、ラバーはハイブリッド K2 にエボリューション MX P50。 アウター GC 素材に K3 じゃなく K2 なんだね。この GC 素材ラケットも一度折ってみたいよね。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。